本日はお忙しいところ、ジャパンデスプレイ株式会社2022年3月期第3四半期決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日進行を務めますサステナビリティ推進部の樋口でございます。当社では昨年12月に IR 部と経営企画部 CSR 環境課が統合しまして、サステナビリティ推進部が発足いたしました。東部にて IR 活動を行いまして、非財務情報の開示も積極的に行ってまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の説明者をご紹介いたします。代表執行役 CEO のスコット・キャロンです。ご協力ございます。よろしくお願いいたします。代表執行役 CFO の大河内昭仁でございます。大河内昭仁でございます。よろしくお願いいたします。それでは、早速説明を開始いたします。スコットさん、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。本日ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。先ほど実は記者会見がございましたが、私が話しすぎた ことを反省してるんで、今日もう少しコンパクトに皆さんとお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、まずサマリーのスライドに行きましょうか。ご覧の通りですけども、今申し上げた通りで、割と、割愛させていただきますけども、特に2つ目の、ポチが大事ですね。中長期的に我々の今までの経営の反省としては、すみません、補足説明ですけども、ご覧の通りですが、半導体逼迫の問題ありましたけども、その分、売上高が予想を下回りましたけども、利益が予想を超えましたと。で、それが短期の話なんですけども、2つ目のブルーポイントが、中長期的に我々が、日本のディスプレイメーカーが、そのディスプレイの技術革新をリーチしてしたんですけども、果たしてその役割、我々が昨今果たしているのかという反省もございまして、今実はフロントプレーンでもバックプレーンでも非常に大きく、もうその開発に、要はその技術革新に力入れてるんですけども、大きな成果を得てます。なので、これからどういうふうにこれを持っていくのか、要はフロントプレーンのところもバックプレーンのところでも、もうかなり大きな技術優位性を取りに行ってるんで、その開発の結果も出てるんで、これから量産で持ってきますけども、我々が単独でするのか、もう大型設備投資は特にフロントプレーンのところで必要となりますので、それが投資家の皆様、また集まりを皆さん許してくれるものなのか、それともアライアンスのところに持っていくのか、知財のところに持っていくのか、非常に大きな懸案になりますけども、幸いなことにその判断にいるところになりました。皆さんが期待する、JDA らしい、これからの、新しい技術発表は近いうちにしたいと思いますので、技術発表というよりは、要はもう実際に速度を上げて、軌道を上げて、消費電力を下げてっていうお客様が求める、場合によっては、他の技術を一掃するようなものを、開発できたというふうに、確信しております。じゃあ、次ページに行きます。経営環境なんですけども、サプライチェーンの問題が、他社さんは改善しているとおっしゃってますけども、改善してるは改善してるんですけども、引き続きも大困難ですね。基本的にはサプライチェーンには余力がないので、問題が起こってしまえば、例えば最近の事例としては、マレーシアの洪水ですけども、また問題ですと。特に社債になると部品数が全然違うので、社債が特にこの影響を受けてます。で、このページの変化承諾に触れますけども、中国モバイルが若干、弱含みになりました。半導体の不足もありますし、若干在庫調整に入っているお客様も出てきましたと。それと比較して、社債が、サプライチェーンの問題あるんですけども、やっぱり伸びてます。で、特に我々が伸びてるんですね。
高付加価値の製品が我々の得意ではありますので、これも、入荷、出荷を始めますし、これからも成長するものだと思います。でノンモバイルが他のところと全然違うんで非常に強い。まあ残念ながら半導体の問題も あるんで、例えば VR 用、特に VR 用のところでもっともっともっとものが入ってくるともっともっと我々が作れます。または高精細のところですけども、ご存知の通り、1200ppi 以上のものは我々しか世の中に作れませんので、ところでシリコン基板は別ですよ。シリコン基板のところで多分 3000ppi と 4000ppi も作る、もちろん作りますけども、で我々も作りますが、とってももう小さくてシリコンですから、でとっても高くて、やっぱり勝負するんだったらガラス基板、圧倒的な安さと圧倒的な大きさのところなんですけども、ガラス基板においては我々しかできませんので、新しい受注も入ってきますし、我々にとってオンリーワンのところでシングルソースなのでとっても重要なんですよ。なので、半導体の逼迫の緩和あったら特にメタバース経営で我々、大きく恩恵を受けると思います。で次のページから簡単に3級と、通勤予想の変化、これをご説明しようと思いますけども、まあこのままで皆さん専門家なのでちょっと割愛しますね。3級エビタはこういう感じで、で営業利益もあって改善ですね。あ、次ページお願いします。説明しないと思いますね。で営業利益の改善あって、純利益次ページであって、まず通期予想も、もう全部改善になりました。で、次には行きますね。経営戦略のところなんですが、従来通りですね。で、事業改革の、主たる KPI としては、EBITDA の黒字化は、一つとして4級で実現することなので、もう本日、予想の、損益の情報を修正いたしますけれども、引き続き我々4級で、この、掲げた、目標を達成するというふうに思ってますと。あと、事業転換のところですね。いろんなことをやってます。で、スミメンカってなるんで、何もやってないじゃんと思われて仕方ないんで、大変恐縮ですけども、発表できる段階で発表するということなんですが、要は大きく取り組もうと思えば、若干時間を要する場合もあるんですけども、我々できるだけ早くしてるんですが、それなくても、でも、やっぱり複数の新しい事業、事業化するということはありましたので、3つ以上やってますと。もう前に触れましたけども、一つは透明ディスプレイ、これからちょっと詳細が説明いたしますけども、あとは、私の直轄の事業としては、秘密プロジェクト2つほどありますけども、その一つは、今年の上司になると思いますので、近いうちに発表しますと。もう一つはもう今年が勝負だと思いますけども、後になるかもしれないですけども、とにかく新しい収益源を作らないといけないと当然理解しておりますので、それを取り組んでます。次ページお願いします。で、透明ディスプレイですけども、我々こういう商品を発表したところは、去年の秋でしたが、実は出荷開始は、12インチのディスプレイ のバージョンになりますけども、来週です。もうお客様がついてて出荷を開始しております。で、それ以外に20インチのものも、量産準備に入ってますので、それも今年中お出しします。で、今回の我々の、レールケアの、透明ディスプレイ、何が違うのかとちょっと説明しないといけないんですね。要は、世の中 には我々透明ディスプレイ作ってますという、私様いらっしゃいますけども、何が違うのかというところで2つです。1つは我々が世界一の、透過率を、前のページなんですけども、透過率を持ってます。84% 以上ですね。で、一般的な窓ガラスが 90% ぐらいなので、窓ガラスと遜色ない、透過率あります。
で、他社さんの見てみると、で、これはフルカラーですね。他社さん見てみると、例えば、白黒のみだったら 60% までの増加率は実現できますと。だけど、カラーだったら 10% しかない。また平均的には 40% ぐらいのものしかないんで、我々の半分以下っていう、まあ、透過率がカラーの場合ですと、もうあります。なので、もう全然違う。レベルの透明性が一つの特性となります。もう一つは、両側から透明性が確保できているところですよ。いわば、他社さんの場合だと、透明ディスプレイなんですけども、片方は透明ですと。透過率は低いんですよ。低いんですけど、まあ、曇ってるかもしれない。ちょっとね、暗いかもしれないんですけども、まあ、透明は透明ですけども。だけど、片方はその反対の方から、やっぱり UKL なので、透明性をなかなか実現できないので、曇ってるということなんですけども、要は、片方だけが透明であって、もう片方は残念ながら透明性はあまりないということですね。当初の技術は両側がもうピュアに透明です。なので、全然違う機能性を持ってます。そうすると、もう両側が透明になってたんで、もう普通に壁できたりとかいろいろできるんですよね。で、1ページに行きます。で当然、新しい事業を取り組むにあたり、規模がなければ意味がないので、まあ、右下のところなんですけども、これが商品のみという想定になりますけども、どのぐらいのマーケットサイズあるのか。で我々が商品のみだけじゃなくて、サービス提供を考えておりますけども、まあ、そこそこ規模があるものでありますと。でこれが、まあ、ある意味は、日的には透明ディスプレイの市場はどのぐらいのサイズあるかという想定なんですけれども、もっともっとその透明さをもう活用して、非透明的なディスプレイを追い出すんだったら、まあ、1兆円単位で市場規模は大きくなりますけれども、まあ、とりあえずは、透明の、ディスプレイの特性を活用の市場だけを想定して、このぐらいのサイズになりますと。で国内で400億円となりますし、グローバルで6000億円ぐらいというふうに見ております。で、次はちょっとビデオを用いて、どういうものかというのをご説明したいと思いますので、よろしくお願いします。Hello, I have a headache. Can I see a doctor?好的，那请问你的头痛的症状是从什么时候开始的呢？It started yesterday. 那请问除了头痛之外，还有其他不舒服的地方吗？I feel very tired. 好的，那请你帮我填一下你的个人资料哦。Okay, thank you.要はこれが一つユースケースになりますけども。でしかもこれは小さい方ですよね。12インチのディスプレイなんですけども、これから大きなものを出ししますけども、やっぱり非常に面白いと。で、お客さんに持って行って、今までと全然違うこと、まあ、ご理解いただいておりますので、これを、まあ、我々の技術としては新しい、社会価値、顧客価値を作っていこうと思いますので、もうぜひご期待ください。これ私から以上ですけども、これから大河内さんの方から、詳細ご説明いたします。よろしくお願いします。はい、そうしました。大河内の方から業績予想およびその第3クォーターの数字をご説明させていただきます。まず4枚のスライドでご説明します。業績サマリーでございますが、先ほどスコットが申しました通り、第3クォーターの損益はですね、EBITDA から、まあ、当期純利益まで、11月12日の予想比から、まあ、大幅に改善はしております。数時間のところは、ここに書いている通りの、青色でハイライトしているところが、数字になりますが、まず左側が会計期間、3ヶ月間、右側が累計期間の、9ヶ月間の、数字でございます。まず、会計期間の売上でございますけども、前年の727億円と、まあ、ほぼ同水準、まあ、若干717億ということで、まあ、11億円。
減少しております。まあ、ここはですね、後ほどいつもの売上高 の分野別でもご説明しますけども、まあ、欧米向けの売上高、これがまあ落ちて、スマートフォンが落ちております。従来からご説明している通り、OLED にシフトすることによっての減少要因ということです。まあ、これを社債、そしてノンモバイルで、スマートフォンでは中華系、中国向けというところが第3クォーターで好調でした。まあ、そこで、まあ、欧米向けの需要減をカバーする形でですね、717億円で、まあ、着地したということでございます。で、まあ、これも従来からご説明の通り、その先ほどの欧米向けが落ちてきている分ですね、まあ、社債ノンモバイルが増えてきているということで、今後は売上高は増収傾向に転じる見込みでございます。損益面でございますけども、まあ、大幅な改善した要因というのは、まあ、製品ミックスの改善だったりとか、コスト削減とか、あとはまあ部材が高騰している部分をお客様にご理解いただいてですね、値上げしているといったところが構想をしております。特別利益については、まあ、KOE の株式の売却益というところが黒字化の大きな要因というふうになっております。下の表に半導体の不足の影響を除く数字はご参考までに書いておりますけども、 EBITDA 会期間は9億、累計期間が45億ということで、不足の影響がなければ EBITDA も黒字化していたということでございます。次にですね、はい、次は分野別の売上です。ここは、まあ、左にお示ししているものが前年の同期の売上高、会計期間とこの会計期間との比較でございます。売上高は、まあ、若干減少しているところでございますけども、中身が変わってきております。まあ、前回もご説明しました通り、モバイルの欧米向けのポーションが落ちてきてます。一方、その社債ノンモバイル、も特にウェアラブルのオーレットであったりとか VR、 高精細の VR ですね、これが、まあ、牽引していることによって、ポートフォリオの分散化がさらに進んでおります。ちなみに欧米 のモバイルについては、まあ、従来 50% 以上でございましたけれども、今期142億ということで 20% まで、抑えられてきているということでございます。社債でございますけれども、前年同期および、まあ、第2クォーター比でもいずれも増加になっております。まあ、私どもの半導体の不足のところについては、まあ、長期の契約、調達契約を結び、調達不足というところを抑え込みつつ、お客様の需要動向がですね、第3クォーターについては旺盛でした。まあ、その結果として増収になっております。まあ、11月12日の予想比ではですね、お客様の影響が大きかったというところで、想定外にも大きかったというところでマイナスになっております。ノンモバイル、先ほど申しましたウェアラブルの OLED、VR というところは、まあ、好調だったということで、11月の12日の予想比でもプラスになっております。次のページ、営業利益の増減です。左側が前年同期比、右側が第2クォーター比でございます。前年同期比に関しましては、まあ、売上が若干減少でございましたけれども、まあ、ここに書いてます数量ミックスのところで37億 の改善要因となっております。および製造固定費、販売管理費等を、まあ削減をして31億のマイナスのところまで改善しておりますけども、数量ミックスのところについては、まあ、部材コストのお客様への転嫁、そして為替影響、これは入っております。為替については、まあ、114円で、ごめんなさい、そうですね、実績でございますので、はい、118億円でございます。クォーターオンクォーターについては、ここに書いている通りでございます。足元はですね、真ん中で点線に囲ってますけども、
電力料金が全国的に上がってきております。これはグローバルな石油価格、LNG のガスの価格が上昇することによってですね、弊社国内の4拠点の電力価格が上がってきているというところ、およびガス、それに応じたガスであったりとか、薬液であったりとか、全般的に間接材料の料金というのは上昇しております。そういったところを主因としてですね、営業損失の額自体は悪化しているということでございます。最後に、業績予想でございます。第4クォーターおよび通期の予想を青でハイライトしているところでございます。第4クォーターは会計期間は815億円、通期は2910億円ということです。で、通期のみですね、左から3行目で、前回の11月12日の、予想を、ご参考まで書いています。前回2970でした。今回、通期は2910ということで、60億円下方修正しております。これは第3クォーターの実績の反映と、あと第4クォーターについてご覧いただき通り、社債がですね、307と見込んでおります。これ前回370で見込んでおりました。足元のお客様のですね、生産需要のところ、並びに弊社のその今のお客様のへの、価格、具材価格の高騰の部分の、値上げのところ、それを日々交渉しておりますけども、状況としましては、若干補修的にですね、数字としても見積もっておりまして、307億というふうに想定をしております。一方、損益につきましては、EBITDA が第4クォーター11億のプラス、営業利益はマイナス12、期初同期純利益はここに書いている数字でございます。いずれも前回、EBITDA はプラスの3でございました。営業利益はマイナス21というところでございましたけれども、損益については上方修正しております。この要因につきましては、先日発表しました、その天馬さんとの円満な IP に関わる和解というところの損益の部分であったりとか、あとは為替でございますけれども、今、足元115円まで行く日もありますけれども、為替前提、ここの左下に書いているとおり、114円に直しております。そういった効果もありまして、第4クォーターの損益については、上方修正という形にしております。外部環境としては、繰り返しでございますけれども、半導体をはじめとした部材の逼迫、これについて、弊社で完全に調達が今できているわけではありませんので、調達をロングタームでしっかりと抑えつつ、あとお客様の生産の動向、ここをしっかりと見据えておりますけども、そういった状況が引き続き、厳しい状況には変わりはございません。先ほどと申しました通り、その外部環境は非常に厳しい状況が続いてまいりますが、コスト削減をしっかりとしつつ、黒字化に向けて、前進しているというところでございます。第4クォーターについては、ここに数字で書いている通り、黒字は維持するということでございます。以上、私からのご説明を終わらせていただきます。それでは、これより質疑応答セッションに、移ります。ご質問ある方は、画面右下にあります挙手ボタンを押して、ください。私の方でミュートを解除させていただきます。それでは、ご質問ある方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。最初にすいません、計画費で見た営業利益の上振れ、3級、そして4級ですか、これをもう少しその金額的にどこがどういうふうにプラスに効いたか、もしくはマイナスに効いてるかっていうところの入り組みを教えてください。
それが一つ目です。ありがとうございます。はい、一つのちょっと細かいところ、一つですね、ごめんなさい、細かい内容はちょっと申し上げられませんけども、和解金のところは一つ大きなプラスの要因にございます。あと、完成につきましても、先ほど申しました通りでございます。単身にも書いておりますけども、為替関濃度として、1円動くと年間で、弊社営業利益で10億ぐらいの、円安効果がございますので、当期この3ヶ月については、その4分の1が入っているということでございます。で、あとは、それぞれの、事業につきましてですね、社債であったりとか、モバイルであったりとか、そういったところにつきましては、お客さんの特に社債につきましては、お客様への部材の価格の転嫁、そういったところが大きいというふうに考えております。主要の要因としては以上のような内容でございます。和解金って何か開示されてましたっけ？ちょっとすいません、見逃してたら恐縮なんですが。具体的な金額はすいません、開示は控えさせていただいております。じゃあ、その順番でってことですね。和解金、為替、あと部材の転嫁ということですね。主要なところは、はい、以上でございます。すいません、ちょっと確認させてください。今、3級なしされてます ?4 級なしされてます？もしできたら両方伺いたかったんですけど、計画費というところで。そうですね。和解金は確かに大越さん、4級に入るんじゃないですか。はい、そうですね。すいません。先ほど私も申しましたが、はい、4級の効果を申し上げていました。なるほど。なので、3級のところで申し上げますと、想像がありますけれども、どっちかというと、事業活動における、上振れですね。となります。少しぐらいの赤瀬 の, プラスありましたけども、うん、だけども、2級のと比べて3級がどんと落ちるという可能性あったと思いましたけども、はい、値上げも通りましたし、例えば中華スマホのところでムフトラ入ってきましたし、事業活動がのプラスのウェブになりますと。で、4級になると、和解金が大きく入るし、ごめんなさい、あと純利益のところですね、3級は当然、その経営の売却の特影響がありますけど、はい、営業とエビターラインで事業活動に対する影響ですし、どっちかというと、モバイルとノンモバイルの方が大きかったですね。なるほど、わかりました。あと2つ目に、部材の値段を、値上げという形で今、転嫁されてると思うんですけど、その効果はこの例えば次の1級とか2級とかっていうのもまだまだ出てくるのか、かなりもうある程度はできてきたという認識なのか、どういう今状況にありますでしょうか。大越さん、私の方からお答えしますね。はい、お願いします。まずモバイルのモバイルももうできてるんですよね。なので、これから一緒に期待したいところとしては、車の前ですと、いわゆるその APN ですね、Annual Price Negotiation の年間商談ありますけども、それをほぼほぼダンになってると。で、1月のスタートになりますので、4級の貢献になりますと。で、ちょっとね、岩盤のところも残ってますけども、最後の詰めになりますけども、それを多分振り返って1月1日から入るんで、なので、さっき大越氏が保守的に見てたんですけども、それが入れないというような前提で、今回の、見込み、4級の見込み作りましたけども、入るように全力尽くします。なるほど。ということは、予定されてた値上げは、これから1月から訴求して入るやつも含めると、ほぼほぼすべてでできたということで、追加的にさらに値上げをっていうのは、この4月以降とかっていうのはあまりない。ってことでいいですか。私の説明悪かったかもしれないですけども、まずは、社債はこれから入るものありますね。
入ってないもの、うん、あとはこのぐらい例えば動力コースが上がってしまえば改めてお客さんに行けないといけないと思ってるんですよ。なので、はい、それでもうお客様が当然払いたくないっていう彼たちの本音なので、はい、だけどもう急増ですよね。うん、で、去年も昨年と一昨年の経験からすると、ちゃんとした理由があって、それを示すんだったら、まあ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 っていう感じで、もう通せるものがありますので、なので、目先の、値上げ、文化、コストの転嫁の値上げは、社債となります。ここからもう、まあ、ここから1ヶ月ぐらいは勝負になると思うんですけど、はっきりすると思いますので、その後のこれから3ヶ月ぐらいで、新たに配置したコース像を当然展開したいと思いますので、その、作戦今練ってるところでこれからやりますと。なので、他のものは入ってくると思います。結論からすると。なるほど、わかりました。あと、すみません、最後に来年度についてはちょっと早いですが、まあ、このペースでいくと、うん、まあ、車もね、かなり Q-on-Q で上がったり、ノンモバイルも上がって、まあ、損益分岐点が下がっている中で、EBITDA じゃなくて、営業利益での黒字っていうのも、ある程度タイミングが見えてくるかなと思うんですが、そのあたりのこう、今こう、なんていうかな、お示しいただけるような話、タイミングっていうことがあれば伺いたいのと、うん、あと、そのトップラインっていう意味で、先ほどのその透明ディスプレイ、あれは売上の規模としては、どういうタイミングで、うん、どれくらいの規模っていうのを考えておいたらよろしいでしょうか。出荷は、来週から開始しますので、今期から始まりますね。利益貢献。だけど、小さいんですよ。どう見てもね。大きく育てる、要はその、目先の利益貢献は小さい。で、はい、大きく育てるか、まあ、どうなんだろう、うん、1年半のうちにこれが大きく伸びることができるんだということは判断できると思いますので、非常に、まあ、先ほど申し上げたんですけども、今と全然違う技術になるんで、全然違う顧客価値になると思いますね。だけども、利益貢献はもう今月から始まりますと。はい、来期について言うと、多分本決算になると思うんですね。3ヶ月後、その時で開示するんですけども、はい、実は、まあ、悩むところなんですけどね。要は、我々が例えば、大型技術改善ができると、技術革新できているというふうに思ってます。で、そのフロントプレインもそうですし、バックプレインもそうですけども、特にフロントプレインのところで、すみません、皆さんもご存知だと思うんですけど、フロントプレインのところが、要はその電気信号を光に変換する素子ですよね。まあ、OLED、有機 OLED だとか液晶になるんですけども、バックプレインのところは、その電気信号を配分する、素子の画素に配分する素子なんですけども、まあ、アモシリコンだとか、モフィシリコンだとか、LTPS とかなってるんですけども、両側で我々は非常に大きな開発がで成功してるんですよ。で、特にフロントプレインのところでものすごい、もう大きな投資が必要なんですね。それが市場が認めてくださるのか。うん、皆様が認めてくださるのか、病み上がりの JDI なので、一つ大きなポイントなんですよ。で、じゃあしないことにすると、いや、我々大勝投資しませんと、むしろアライアンス戦略だ、知財だ、ライセンスフィーだというところで、利益の水準が、目先の利益水準は違うんで、むしろ、いや、我々勝負するなと。独自技術としてはもう逆襲するっていうことになると経費も上がりますし、でその分将来利益は全然違うことたちなんですけど、はい、どっちの方に持っていくのか非常に悩むところですよね。ご、うん、意見がありましたら別途相談でもいいんですけどそのいい目でその判断できるようなレベル技術開発が進んでましたのでです。よくわかりました。悩みが。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、1点だけ、すみません、訂正させてください。先ほどの、訴訟の件でございますけれども、大変失礼いたしました。20億円の、プラスの財務効果、利益効果があるというところを、開示をしておりましたので、
失礼いたしました。20億 の効果でございます。これを第4クォーターで見込んでおります。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それではお次、どうぞ。はい、1点だけなんですけれども、半導体の不足の話が出ておりまして、御社で見た時の半導体の不足の現況と、まあ、今後の見通しをまず教えていただきたいのと、それに付随して、御社から見た時の顧客の、まあ、半導体の不足によるセットの製造ができないような問題もあるかと思いますので、そのあたりについてどう見ておられるのか、コメントいただけますでしょうか。ありがとうございます。スコットですけども、じゃあ私の方から答えいたしますね。第一問のところで、どのタイミングでこれを緩和してくるのか、そういうご質問でしょうか。今どういうふうな状況になっているのかということと、先行き緩和されるタイミングはいつかとか、どういうふうなことになればこの問題解決してくるっていうふうに考えておられるのか、そういう考え方を教えていただきたいんですけれども。わかりました。改善してはいますが、もう本当にもう大変な状況が続いてます。特に社債でも先の部品数の話しましたので、6000例えば部品が必要 なのに3つがなくて車作れないという状況があるんですけども、特に我々 のハイエンドですね、超高精細の VR のところで半導体不足が実は続いているんですけども、とても大変な状況なんです。で、と申し上げても、まあ、例えば何も、取り組みなければ我々に対する影響が5だとしたら、今まあ1までね、もう下げていってる感じですかね。また 0.5 かもしれないんですけども、もうとにかく必要とする対応をもしてるさせられてるつもりです。いろんな対応になりますね。なんか生産の調整だとか、お客様との調整、またはサプライの調整、我々場によって我々サプライのに対するお手伝いするとか、まあ、設計変更もありますし、いろいろやってるんですよ。で、緩和するタイミングとしては、どうしても問題はサプライチェーンにはもう余裕がないんですよ。なので、突発事故があった時にはまたダウンだという感じなんですね。また小さい話としては、マレーシアの洪水があって、また問題になりました。また別の工場には火事あったので問題になりましたという感じなんですね。なので、どう供給と需要はもうバランスになってないので、供給を増やすしかないということなんですね。で、まあ、よくなりましたが、いまだに問題、先ほど申し上げた問題存在してますし、多分今年の後半から、の供給を見ておりますので入ってきますし、まあ、来年は全然違う。特に後半の方からもだいぶ緩和した、または待ってきた可能性は十分にあると思いますね。で、2問目のところなんですけども、お客様も大変なんですよ。どっちかというと、我々が対応できて、お客さんの、まあ、他のサプライザーに対応できてないところが今メインでなってます。我々に対する半導体一泊の影響が。今愚痴言いましたけども、大変大変なんですけども、まあだいぶもう対策取ってたんで、我々側というよりはお客様の他のスプライ側が問題を生じて、そうするとお客様がどうせ他のものがないので作れないので、今、受注の調整させてくれるというような話になってます。今ご質問に対してお答えしましたでしょうか。なるほど。そうなると御社から見た時の顧客の半導体の不足がなかなか改善されないと、御社の来期の業績の改善に影響が出てくるリスクっていうのもやっぱ想定しておかないといけないという感じですか。もう4級には想定済み の発表しますよ。影響受けてます、間違いない、はい。今期というよりは来期にこの状況が続いてしまうと、来期もさらに改善するペースっていうのが落ちてしまわないかというのが質問したいところなんですけれども。そうですね、まあ、今期の影響は利益ベースで100億円を超えてますので、ものすごく大きいんですよ。で、来期は今期のようなものにならないと思うんですよ、一言言うと、当然分かってるん で対応してるんですけども、だけどももっとね、半導体あれば、ものが収穫できることは間違いない。主に顧客側でしょうけども、そのインパクトが起きてます。じゃあ、まあ、御社からすると、まあ、お客様の半導体の状況をとにかく改善してもらわないと、なかなか
大きく業績を伸ばすっていうのもまあ難しい状況で、それは来年、来期の後半だろうというふうに捉えられているという理解でよろしいですか？ちょっと私の説明を訂正する必要はあるかもしれないですけども、半導体が今の状況だったら我々大きく売り上げを伸ばせないと全くその状況ないですよ。いわば伸ばしてます。はい、これ売り上げ上げます。だけどもっともっと上げることは可能ですけども、それは残念ながらちょっと抑えられるというところあるんで。はい、あ、すみません、質問の趣旨も悪かったと思うんですけど、もっと伸ばせるのがちょっと抑えられるっていうふうに理解しておけばいいということです。です、はい、来期の売り上げは伸びます。もう受注取ってるんで、はい、見えてます。うん。承知いたしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問内容ですので、最後に、スコットの方からご挨拶させていただきます。スコットさんお願いします。あ、すいません、ずいぶん話してしまったと思いましたけども、皆さん本当に お時間ありがとうございました。先ほど申し上げた通り、かなり大きな開発できたんで、近いうちにご紹介したいと思いますので、それをどういうふうに持っていくのか、だけどそもそも我々がもう存在意義としては技術革新を起こして、もう世の中をもっと豊かにするということなので、それをしっかりと責任を全うしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。本当に今日お忙しい中、しかも大雪の中、ご参加いただきまして誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。それではこれをもちまして本日の説明会を終了させていただきます。皆様お忙しいところをご出席いただきましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。